豪雪寺は、福井県越前市にある浄土新州の寺院で、新州出雲寺派の本山である。豪雪寺は、天伏万年新乱が、山城国アタ郡出雲寺に創建し、全乱に付与したのに始まると伝えられるが、実際は、本願寺の第三代、各女の皇帝上線が創建したとされる。各女の小禅入りに、禅皇が十字を兼ねていた。 越前国山本城の昇城寺に、豪雪寺も寄遇した。文明十四年、前皇の次男の前鎮が十字となるも、門松を率いて自ら本願寺蓮魚に帰産し、その子全閣が継ぐも寺勢は衰退する。越前一行一期の陛下に会い、さらに昇城寺との争いが起き、前州は、失意のうちに没した。獅子として、柳原家より迎えられていた前章は、 共戦の拡大に努め、慶長元年に寺本を現在地に移して再興した。折下小丸城が廃城となって停滞していた城下町五分市は豪雪寺の門前町として発展し、同時は五分市本山と称されるようになる。元六年間より明治維新に至るまで正連院の院下となり、天台宗に属した。門主は火山の院家の勇士となる定めであり、寺門も、 同家の勝負美子が使用された。前順には、生死がなく前坂へは、高昇寺、第二十二世サビ、英英の子である。1872年、教部省設置に係る指令により、浄土新州本願寺派と合同したが、1878年、同省廃止を受け独立して一派を成した。境内は、安治親オ家ヤケゴマロ館の後と伝えられ、世に、 アジの長者屋敷と言われている。境内に立つ道具のうち阿弥陀堂と三影堂は1878年に火災で消失後、1884年に再建されたもの。首廊や胸像、書門などは文化8年の造営。合雪寺と、勝負合雪寺五祭神、由緒三宝神社新宗教団連合新州出雲寺派合雪寺お寺の風景と陶芸。 ありがとうございます。